はい、今ようやくオーストラリアの年金が返ってきたのかな。まあ年金さえブログにも書いたけど、まあ、実はもう戻っては来てるんだけど、これ3クロープってとこだけど、これキングスクリークステーションの年金のファンドなんだよね。でオーストラリアっていうのは各自会社ごとに従業員の年金を預ける運用できる、まあ、投資系の会社かな、まあ、それファンドって現地じゃ言うらしいんだけど、それを持ってるんだよね。で特にワーキングホリデー見てみたいに期間的にしか滞在しない労働者っていうのは本当に多いから、こういうものがあるんだよね。でそういう大抵期間的な労働しかしない人たちっていうのは必ずこういうもの知らないんだよね。まあ俺も帰国4ヶ月前に知ったけど、でちなみにこれが小切手かな。で小切手で香料が足りないのかな。まあ締めて616ドルだね。でこの間13万ぐらい返ってきたから、およそ20万返ってきたね、来る計算だね。まあこれが今日の為替のレートがわからないからどうかはわかんないけど、でちなみにこれはですね、キングスクリークステーションで働いた人はイアンの娘さんに問い合わせをしないともらえないね。このキングスクリークステーションで働く前の時点で年金を受け取る口座を作ってないんだったら無理だね。でまあ各言う僕も帰国の4ヶ月前に作ったから、そうだね、集められた年金っていう電話で年金集めまくったのは、そうだな、ビッグさんとこと製材所の社長とフルーツピッキング、リンゴの農家と、あとは、まあ、このキングスクリックステーションはダメだったかな。で、キングスクリックステーションのイアンの娘さんだけはこれをよこしてくれたかな。まあ、ちょっとこれは、見せられないもんなんで。まあ、とにかくこれでようやく年金を集め終わった。たのかな。まあこのあと換金してくるけど、まあそんな感じだね。忘れないで、ワーキングホリデーから帰った人は忘れないで、こういう年金とかは申請してください。絶対でかいからね。ではでは。